皆さんどうもこんにちは、石像です。違うか。皆さんどうもこんにちは、イノシシブルファンゴです。本日もピックスアークやっていきたいと思います。前回ね、家の中を電化製品に徐々に変えていく作業をしておりました。ただね、スピネル、電子基板っていう素材を作るのにスピネルがね、1つあたりその電子基板1つあたり1個ずつスピネルがいるってことで、もう圧倒的スピネル不足に陥ってしまいました。なんでね、今回はそのスピネルをね、なんとかして掘る方法はないかなーっていう風にね、模索していく動画となっております。鉱石探査機やったっけね、あれを作って、あれがね、どこまで、活用できるのかっていうのをちょっと調べていこうかなと思います。ね、作業台で作れたはずなんや。どれやろね。これやね、鉱石探知機。ファイアーストーンの粉が40個用意してきます。はーい、じゃあこれでね、鉱石探知機作っていきましょう。よいしょ。おー、これの使い方が全然分かれへんねんけどな。よいしょ。鉱石探知機、探知スロットに目的の鉱石を置き、石炭を入れ、探知開始。探知成功で緑、失敗は赤く点灯。おー、どこまでの範囲なのね。よし、じゃあちょっと石炭を持ちながら、いつものね、炭鉱場所に向かってみましょうか。よいしょ。あー、でもあれやな、そういえばこれさ、まあまだ必要ないねんけど、このエレベーターもね、木から金属に切り替えていきたいよね。だから、ここの周りにも1個発電機が必要っていう感じになるのかな。またそれもちょっと考えていくね。おーおー、なんかプテランドおるし。おー、じゃあ適当な場所でちょっとやってみようかな。ここちょっと明るいしね。ここでちょっと一回やってみようか。これで、障害物あり。結構場所取るな。これで、これで置けるかな？置けたね。よし。で、これはどうしたらいいんかな？探知スレッド、インベントリの左上に目当ての鉱石を設置し、石炭を入れると探知を始める。ここかな？ここに入れたらいいの？ほっ。入れた。よし。で、石炭を入れましょう。よいしょ。探知を開始と。あー、なるほどね。残り時間っていうのは表示されてるから、これが0になったら、あるかないかがわかるってことなのかな？ 0 になったけど？なんか変わった？なんか変わった？これ。え？全然意味わからんねんけど。あ、緑や。あ、緑や。ってことは、これは、どういうこと？緑があるってことなん、あるってことでいいんかな？探知成功で緑、失敗は赤く点灯。お？よくわからんぞ。ちょっと下掘ってみようか、じゃあ。ねえ、あるって言うんやったら、あるんでしょう。範囲が知りたいよね。こいつがどこを探知してんのかっていうのをちょっと教えてくれへんかな。一応この探知機の真下を掘ってみようか。この3マスね。よいしょ。まあ岩盤までそう遠くないから全部掘ってみようか。まあこの真下にあるんやったらそういうことやもんね。あった！ほんまや！あったわ！すごい！あ、だから、ほんまにこの、3×3 のブロックの真下に、あるんやね。へぇ、すごい！やった！ゲットだぜ。まぁ、ちょっとあるとこ分かったし、ちょっとこれ試してみようか。ここの列にある、ちょっとみんな覚えといて。ここのやつを全部取ってしまって、岩盤まで取ってね。取ってしまって、で反応するかどうか試そう。そしたらこの 3×3 マスの中を調べたってことが証明されるからね。ここにあっても分かれへんっていう状態。
オッケー、これ頑張やね。地盤か、地盤ブロックね、絶対に壊すな。はい、じゃあここまで掘ってみたから、もしこれで反応が止むんやったら、あの鉱石探知機はこの9マスの中しか調べてないってことが証明されますね。じゃあちょっと上戻りましょう。よいしょ、はい、戻ってきました。じゃあこれで、ちょっと探査してみようか。あ、今緑にこれ変わったよね。あー、緑に変わったってことはあれか、範囲はちょっと違うんやね。へえ、どの範囲見てるんやろ、怖っ。じゃあちょっとこれ場所をちょっとずつ移動しながら見ていこうか。うん、よいしょ、あ、修理せなあかん。じゃあちょっと素材持ってくるわ。はい、ただいま。どこやったっけ。これが反応しちゃったから、とりあえず修理して、で、拾って、これなんや、あー、これいるいるいる、危ない危ない、あ、石炭持ってくればよかった。あそこね、あそこやから、このラインやね。なんか分かりやすくしときたいな。よいしょ、場所はじゃあここだよーってね、1個だけちょっと高くしとこうかね、これね。で、今反応したんはここでも一応反応したから、とりあえず範囲を1個ずらそうか。間違った、これでいいかな。これで例えば反応するんであれば結構めんどくさいことになる。というのもさ、だってこれ他のこのスピネルの鉱石をちょっとさ、見てしまう可能性もあるわけやから、よいしょ、その辺めんどくさいよね。あ、ちゃうわ、範囲出てる。え、これってことやんな。あ、範囲出てるやん。え、めっちゃわかりやすい、がっつり範囲出てたわ、ちょうどかぶってたんやね。あ、そうですか、あ、なんや、範囲わかったわ。はい、わかりました。あー、置いたところから、あー、その中心入れてね、1、2、3マス、1、2、3マスね、 3×、 このなんていうの、3マスだから、あ、合計で言うと 1、2、3、5×5 のエリアを探索するみたいです。で、なかったらこういう風に赤色になると。ってことはあれやんね、ある程度掘り進めていかんと、これ地上とかでやったらさ、あの、地上から100個ぐらいこう、なんていうの、掘り進めなあかんっていうことやんね。あ、なるほどね。なんかこういう風にある程度、探索、炭鉱みたいなの自分で作っといて、で、その下、あ、例えば俺やった30の深さね、ところまで来てるけど、この下にあるよみたいな感じで調べていった方が、あ、得策なんかなって感じやね。で、思ったよりも、あの、なんていうの、石炭の消費が激しい。だから結構ね、持っていっといた方がいいかもしれん。普通に7分とか、まあ一応ね、100個ぐらいあったら10分ぐらいできるっぽいけど、10分とかじゃなんかね、スピネル掘りを連続でやるにしてはちょっと短いかもしれんね。よいしょ。じゃあちょっともうちょっと調べてみよっか。場所変えてね。ちょっとずつずらしていこうか。よいしょ。じゃあ、置くよ。はい。置いて、で、ここに、スピネルを入れる、石炭を入れる。よし。じゃあ、探知を開始。おー、いいね、いいね。これ、でもあれやな、あの、一回使ったら、ちょっとずつ壊れていくみたいから、移動させながらね、こうやって調べていくんであれば、ファイアストーンの粉と、石英と、銅インゴットはね、持ち歩いとった方がいいかもしれません。ってことで、ここはありません。じゃあ、ちょっとずらしていきましょう。この範囲なかったから、ここまで調べようと思ったら、ここやね。ここやね。中心から2マス。ここまでね。よし。よし。
じゃあこれで、またスピネルを入れて、さあ出るか出るか、どっちの方がいいんやろね。これでさあこうちょっとずつ移動しながら調べていくんと適当に掘り進め、いや適当に掘り進めるよりかこっちの方が効率はいいんかもしれんね。スピネルなんかほとんど出てけへんから。お、ある、よし、あるぞあるぞ、よし、じゃあここちょっと掘っていこう。あ、あったー、ありましたねスピネル。ここ取ったからもう一回調べたらいいんか。もう一回調べてあるんであればもうちょっと下も行くけどって感じにしようかな。よいしょ、じゃあもう一回調べま、あー、じゃあもう一回調べましょう。おー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 お、はーい、ないね、オッケー。はい、ということでね、本パートはここで一旦区切りたいと思います。でもまあ普通に掘り進めていくよりかは絶対こっちの方が早いよね、確実に。ただまあ一回使ってちょっと位置ずらしてって感じで、調べていきたい方はね、ファイアストーンのこの後石英と、あとは銅かな、銅のインゴットは持ち歩いて一時修理しながら移動していきましょう。探索範囲は 5×5 マスの、まあ真下かな、真上には多分行ってない感じやから真下に探査していると。で、できるだけ、深さ掘ったところからスタートした方が多分やりやすいし戻ってきやすいと思いますんでね、そこだけ注意していただければなと思います。それでは皆さん次のパートでお会いしましょう。バイバイ、またねー。